生薬生成できた。ご主人様すごいです。内密にな。お待たせしました。全部で640ナールだな。奴隷商人や宿の主人はちゃんと3割安い値段を提示してきたのに。そういえば商人のジョブには計算を手助けするスキルが。確かに代金をいただきました。ありがとうございます。薬は手に入った。まだ日も高いし迷宮に戻ろうか。奥に何か。鑑定。気持ち悪い。こいつが2階層から出てくる魔物か。相変わらずかする気配もないな。安心して後ろから叩き込める。8階層で4匹になるそうです。きっと16階層で5匹、32階層まで進むと6匹になるんだな。ご主人様来ます。うっ、俺を狙ってる。こいつはお返しだ。問題はあの手の敵と大量に遭遇した時だ。全体魔法が使えない以上地道にやるか。 あまりジロジロ見るなよ。この先建物の陰に男が立っているのがわかるか。客ではないし取引とも無縁だ。この館を監視している者がいると。ああ、風体の良くない男だったから一応知らせておこうと思ってな。表で見張っているのは盗賊です。確かに心当たりがないわけでもありません。今回の件、お客様にも関係がございます。準備があると言って明日改めて迎えに来ることになっております。最近はコウ君にかまけて今月働いてねえのよ。頼むよコウ君、給料払うから。私がやったようにすればいいよ。